どちらがおすすめですかと。うん、ちょっと気が早くないですか。そうね、だった時のことも忘れちゃってますよ。ね、今年度間に合わせた方がいいと思うんだけど、はい、まあでも4科目受験か3科目受験かってのは結構ね。武田塾チャンネル。あと2ヶ月で今年終わりですよ。もう早いですね。あっという間ですね。もうこの時期だとこう今からやって本当に間に合うんですかと、大丈夫なんですかっていうふうに不安になる子が結構多かったりしますよね。まあ間に合わせるしかないよね。そうですね。やっぱり今までやってきたことを信じて、うん、こう地道にやることが一番伸びると思うんで、はい、まあ、そのためにね、もし何か困ったことがあれば、はい、まあ、相談してもらえればということで、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は受験相談 SOS。大井先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、高校3年生の理系ですと、うんうん、現在英語と数学と物理を勉強していますが、うんうん、もし浪人となってしまった場合は、早稲田の理工を目指すために、うんうん、科学を一から勉強して4科目受験をするか、もしくは理科大や上智でこのまま3科目で1科になると思いますと、うんうん、どちらがおすすめですかと、うん、ちょっと気が早くないですか。そうね、だった時のことも忘れちゃってますよ。ね、今年度間に合わせた方がいいと思うんだけど、はい、まあ、でも4科目受験か3科目受験かっていうのは結構ね、まあコスパっていうところですかね結局、うん、まあ、あとは間に合うかどうかじゃないですか結局、うん、ただこれに関して自分がいつも言ってるのは、はい、いやとりあえず3科目上げてから理科1個追加するんじゃないのって話をするんですよ。なるほど、そっちが先だと、うん、別に4つ同時にやる必要ないじゃんっていう、うん、例えばその理科の2つ目を追加するタイミングの問題だと思うんですよ、はいはい、だから例えば最初は、まあ、浪人もしするとしてね、だったら英語数学物理で勉強始めるじゃないですか、はい、で例えばマーチレベルとかまで終わる、もしくは日大レベルまで終わるっていう状況まで行った時に、はい、そこからもう1個の理科を追加して、要は先に得意な理科を作っておくっていうことですね。なるほどなるほど、それができてから初めてこう次の1科目を追加するって感じですね。例えばその、うん、あの最初の1科目の時点でめちゃめちゃ苦戦してるみたいな話があった場合に、はい、それ2科目追加したらまあ共倒れになるからやめようっていう決断ができるじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからあの別に2個同時にやる必要はないと思うんですよ最初から。なるほどなるほど、まずは優先順位をつけて3科目を上げることをやっていきましょうというところですかね。まあ、うん、最初の 1,2 ヶ月ぐらいは本当に理科1個だけでよくて、そしたらだって理科2個に使う予定の時間を理科1個に使えば倍速で進められるじゃん。そうですね、やろうと思えば、うん、例えば数学に時間使ったりができるから、はい、そこは別にその、ね、4科目受験だからといって全部同時にやる必要ないっていう、これはセンターとかでも同じですけどね、うん、はい、基本自分はセンターとかその科目を増やすときっていうのは基礎が終わってから増やせって話をしてるんですよ。最初は多くて4、基本3ぐらいにしといて、まあ、1、2、3だったら 1科目とか2科目にしといて、はい、とりあえず日大レベル終わったなって思ったらその、うん、追加してそれを基礎からやるみたいな形でやっていくっていうのがまあいいんじゃないかなと思いますね。わかりました、うん、はい、でまあ、浪人ってなったらそういう感じで優先順位つけてやってほしいってところですかね。でまずは、まあ、今年、うん、まだあるんでね、うん、まだ残り期間あるんでこれから現役生は特に伸びますよね。そうですね、まあ、ここから全力で伸ばしてその結果ね、もし結果として浪人になっちゃったとしてもそこで頑張ったことでアドバンテージがあるかないかは結構大きな違いなんで、だいぶ大きいですね、はい、そうすれば科学追加して総研目指すっていうのもできますし ね、はい、ね、浪人は結果としてなるものであって最初から目指してなるものではないんで、はい、基本あの受かるのであれば現役で受かった方が絶対いいと思います。そうですね、はい、しっかり頑張ってください、はい、で今回の質問は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。